体、昨日あたりからセルフタンニングオイル、ナーブス、塗り始めてます。黒くなってきたけど、まだ1回しか塗ってないけど、これを3、4回塗って、前日のカラーリングして、計量してって感じで。今回からね、ちょっとね、まあ去年からそうなんだけど、写真とか動画っていうのは、まあ、僕の大会、出る大会はもうね、ネットとかね、そういうとこに大体アップされるんで、まあ、わざわざもらう必要もないかなっていう感じで、まあ、アップするとしてもね、ステージ裏でみんなで写真を撮ってるとか、仲いい人と写真撮ってるとか、そういうところだと思います。もう日本代表とかね、美味しい思いを背負ってるんでね、日本代表とか、美味しい思いたくさんしてきてるんでね、人生で。やっぱりね、茨城の選手がね、報われるためにもね、茨城のボディービル選手権、ね、茨城県ボディービル選手権に出場してる選手たち、一人一人がね、今ね、僕みたいにね、大きな大会で無償で写真もらったりとかね、そこそこ有名な地域とかで、まあ、いろんな選手が無償でね、カメラマンが来てくれてね、無償でもらったりとかね、そういう思いをね、少しでも、茨城の選手ももう少し、まあ、味わえる時代にならないかな。味わえるというか、まあ、カメラマンもそれはね、行きたくて行ってるからね、好意でね。まあでも、そういう人が増えてくれたらいいなぁ、なんて思いますね。まあ、それか、マッスルゲートみたいに一人一人がね、写真を平等に、変えたりとか。変えればね、みんな平等なんで、そういうカメラマン、営業目的でもいいんでね、まあ来てくれたらいいなとは思います。帰れば平等なんで、そのためには僕は写真を一切もらわないっていうスタンスでいきます。茨城の状況をね、多くの人が知ってもらってね、僕みたいにね、国際大会で活躍する選手が写真とか動画をあえてアップしないっていうところでね、あえてね、そういう無料でくれる写真家の人たちの写真を突っぱねることでね、まあそういう人たちにも茨城にっていう、その現状を知ってもらうっていうところでね、まあそういうところからスターが出るよと。だからできればね、この世界平等で、平等に行くように、大会での写真動画はアップしません。ステージ裏でね、仲いい人たちと写真を撮ったりとかしてる動画は、動画とか写真はアップするとはします。ただね、ステージ上での写真とかはもらったり、無償でもらったりはしません。そうですね。そんな感じですね。わざわざね、あげる必要もないんでね。あげても症状ぐらいじゃないですか。とにかく、まあ、決勝に残ること、今回、まあもう決勝に残る、それだけですね。はい。